はい今回ですけれどもこちら南部盛岡虎屋敷もちもち焼きということでこれ先日動画でホテルで食べたところをアップしたんですけれども美味しかったので自宅でもですね食べてみようかなと思いまして購入してありますこんな感じで少し潰れてしまっているんですけれどもまあカバンに入れてきたので若干ですね 潰れてしまって仕方ないかなと思うんですがこのもちもち食感そして中のあんこのバランス甘さとか良くてですねすごく美味しかったですやっぱりもちもち食感がいいところが特徴的ですごくいいなと思いましたで京都のあじゃりもちに雰囲気は似てるんですけれどもこの冷やした時にあの固くならなくて冷やしても何て言うんですかね 程よいもちもち感。それがものすごく美味しいなーっていう印象で良かったです。で、あと中のあんこに関してもそれほど強い甘さというよりも程よい甘さの具合で良かったですね。えっ、ー、と、原材料なんですけどもちょっと見えにくくて砂糖がメインになっていて砂糖、小豆、卵、小麦粉、えー、米粉、万南、 ミツ、水飴、寒天、でんぷん、塩、トレハロース、膨張剤、増年多糖類という風になってます。これですね、お菓子の、お菓子つかさい、有限会社山善、岩手県盛岡市のお菓子屋さんです。袋から取り出してみたところの見た目、こういう感じになっています。 横からの見た目ですけれどもこんな感じですねえっ、ー、と購入した時はもう少しですねふっくらしていたので厚みあるような感じなんですけれども持ち帰りの時にカバンに入れていたので潰れてしまって結構ですね薄くなってしまってるなという感じになっていますそれでは半分にカットしてみましたこのような感じになっていますあんこなんですけれどもこの小豆の粒が 結構しっかりとしたものがたくさん入っていますので風味のよいあんこに仕上がっていてとても美味しいですで皮の部分はこのような感じ少し食べてみますこれですね冷やしているので冷たい状態です、まあ、こんな感じでプルプルっとしたところ、うん、弾力がある感じどうですかねわかるでしょうかうん。 うん美味しいですねやっぱりこれ冷やしてるんですけれどももち粉だけのものだと結構硬くなると思うんですがこれに関してはそれほど硬くなくてふんわり柔らかそしてもちもち食感も残っていてあと小豆のですね風味が しっかりあるんですけれども甘さも強くなくて程よい甘さですごくですねちょうどいい味付けになっていますやっぱりこのもちもち食感が冷えているのに柔らかもちもち食感が残っているのがすごく美味しいところなのであの焦りもちとかそういう感じのですね和菓子好きな方にもおすすめです この盛岡のお菓子ですけれども盛岡の方行ったらぜひですね食べてみてくださいとても美味しいです